手の指を鳴らさない方がいいけれど、足の指は鳴らしてもいいと聞いたことがあります。何か理由はありますか？足も手も鳴らさない方がいいと思います。なぜかというと、きしんでるっていうことなんですね。その関節が鳴るっていうことは。きしんでるっていうことは、襖がきしむとか、ドアがきしむとかっていうのはどういうことですか？歪んでるってことですよね。で、体もやっぱり歪みが、その関節、局所圧迫で、そこばっかりにぐっと力が加わるから、そこが、無理、パコーンって中にある気泡、空気のが弾ける、なるんですけど、それは足、足はどうしても人間の体重がかかってるので、だからなりやすいっていうんで、そこまで神経質にならなくてもいいんじゃないっていうところから来てるんではないかなと思います。同じ関節ってことを考えると、やっぱり丁寧に使ってあげてほしいなと思います。回答になってます？皆さん、いかがですか？ OK？ いいかな？